したけど、どうすんのこれ。何にもねえんだけど。川はあるね。お、すげえ、オタマジャクシがいっぱいいる。から歩いてみるわ。なんかあるろ。来い。あ、人いた。話聞こう。こんにちは。あ、お話聞かさせていただいてもよろしいですか。はい、声取ってもよろしいですか。いいですよ。おお、すごい。何年ぐらいやられてるんですか。うちの親父の代からやってたので40年ぐらい。親父が本業でやってたんですけど、はい、私は勤め人なので。あ、そうなんですね。はい、趣味で飼ってるだけで、今海外では人気らしいです、ね、とっても私みたいな一般人には高嶺の花みたいな感じちなみに一匹ピンキリでしょうけども、大体 おいくらぐらいですか。はい、何千万もするやつから 何百円から。平均するとやっぱり 2,3 万円ぐらい。いいのはね。いいのは、はい、ちょっとしたようなのは。山古志の地震がなんか昔なんかひどかったみたいですけども、もう今復興完全の方されて。そうですね、はい、食べ物を探しに来たんですけども、その地にあるような、はい、何か取れるようなものってありますか。この辺は山菜だよね。そう、地元の方は許可いただかないといけないので、勝手に取るわけにいかないので多いですね。そうですね、新潟県が、はい、多いんで。いや、お話聞けました。昔はなんか9軒あったみたいですね。ここら辺は山菜取れるみたいですけど、やっぱり地元の方じゃないと取れないみたいですので、下の部落に行くと神社もあるって言ってるみたいなんで、神社行って食べ物を探したいと思います。させていただいてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫。お祭りはいつあれなんですか。あ、流行の祭りは8月の最終土日かな。あ、最終土日なんですね。山菜かなんかないかなと思ったんですけど、なんか山菜取るのも許可いるみたいですね。あ、そう、区民じゃないとやっぱり今入るので、はい、取っても大丈夫なところってありますかね。よもぎでも何でもいいんで。区民でないと難しいかも。あ、難しいですか。区民じゃないと。食べ物ないか。食べ物探しに来たんですけど、ね、ありがとうございます。ああ、いいね、助かりました。わらび。2000円。2000円は無理だよ。魚もいねえしさ、いても取っちゃダメだしさ。ダメだわ。そこは取っちゃダメですか。うん、この辺も ここでもここわらびないって。うわ、ないよ。そっちももうないし、ほとんどないし、はい、じゃああそこら辺で取れば大丈夫ってことですか。だから吹きだけ、はい、ウドももう、いや、ウドだよね、う
ぶどうも今私ら上の方だけもらってきたからもう、はい、ご丁寧にありがとうございます。うん、あっちゃねえわ龍光くん、でも取っちゃダメだし、無理。やってねえんだけど、しょんべんと休憩は自由に。そう、多分絶対食い物手に入れてやるわ。発泡スチロールか。カニだ。今日はカニ鍋だ。いや、カニの食いもんだ。カニだ、カニ。やっぱいるんだぜ。カニだぜ。これな。何ガニだ。食えるろ。すべすべまんじゅうが2回食えるんだよ。の、いるろ。いたんだ。ゲットだ。ちなみに結構掘ったぜ。これだけ掘ったけど2匹が精一杯だわ。道理で誰も取んねえはずだわ。このカニ割に合わねえ。すげえ面白いし、なんだろうね、なんだこれ、わからん、なんだこれ、わからない。
お、わかめだ。これわかめだろう。やったぜ。わかめがなってるよ、浜に。いいわかめだ。浜わかめだ。わかめ、ゲットだぜ。すげえ。わかめ、わかめの、わかめの底、なんか、なんなんだろうね。よし、もいでいくか。わかめ、切れねえ、超切れねえ、切れねえんだけど、これ。わかめ。海はいいの。魚買えない。全然バテます。糸引くわ。
おお、カニの匂いがする。いただきます。おいしい。うめえなーぬ。うめえ。でもこいつだけ中華の味がする。うん、うめえ。白米と合うわ。半分食ったわ。あとナムチャーにしよう。こっちの方がうめえわ。ふいうめえ。カニ汁いい風味だ。カニの味がする。でも多分素揚げの方が美味しいんだろうな。これ爪食ってみっか。うん、うん、うめえ。ワタリガニの味に近いこれ。うん、ごちそうさまでした。お腹いっぱい、お腹いっぱいだ。ありがとう、カニ。